はい、ワンランクアップのためのエレキ術第6回行ってみたいと思います。で、今回はパンクギター編の2ですね。内容としては単音カッティングですね。カッティングというとどうしてもこう、ね、コードを弾くようなイメージ、弦全体を弾くようなイメージがあると思うんですけども、これを単音でカッティングらしくするっていうのと、あと大事な半拍を3連符で切る半拍3連ね。それとちょっとおまけでテンションコードでちょっとおしゃれなカッティングみたいな感じでね、進めていこうと思います。まず単音カッティング、こんなフレーズ、普通の D マイナーのキーの D マイナーペンタでできてますね。それをドッテッツテテテッツテテテッドッテッツテテッ弾くんですけども、これがドデスデデ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 デみたいなね、こう弾くとなんかギターソロみたいに聞こえちゃうんですね。ではなくて、これはあくまでカッティングですよというね、ニュアンスを出すことが大事。少しこう真空管アンプがプリッてするようなね、くらいの圧、ピッキングを強いピッキングとかじゃなくて、ピッキングの圧が必要なんですよね。この辺が圧がかかっていると、ちょっとノリノリな単音カッティングに聞こえます。もちろんこういうね、ちょっとこう優しめの曲、まあ、バラードではないんですけどもね、こうちょっとこうおしゃれな曲とか優しめな曲で、さっきみたいにゴリゴリなカッティングをするのはちょっとおかしいでしょ。そういう時は、少し軽めに、ね、なんで弾いてあげると雰囲気が出たりします。単音カッティングって言ってもいろいろあるんですね。こう元気いっぱいにやる、今みたいにおしゃれにやる、それともう一個ウィズブラッシングって言って、この少し他の弦の音のブリッド音を混ぜちゃってやる、こんなのはロックに多いですよね。それとかこうコード楽器がいない、ギター一人しかいないみたいな時はね、少しこう厚みを出すのに、でこういうちょっと混んでるところは単音で弾きます。全然弾けない。こうちょっとこう混んでるところは単音で弾きますね。あとは押さえてるところでも高いところを混ぜる。ね、こんな風にブラッシングを混ぜるパターンもありますね。もちろんできない、こうあまりにこう難しくてね、ブラッシング混ぜられないパターンもあるんですけども、ちょっと迫力出す時なんかこんなのやります。あとはね、ちょっとどんどんこうフレーズを紹介して、みんなにこう単音カッティングに慣れてもらうと思うんですけども、ちょっと細かいですよね。16ビートなんで、次のフレーズなんかもダッツ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 ッみたいなね、ダッツ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 ッみたいなフレーズなんですけども、こういうのっていうのは細かく見ないとね、耳で大体じゃダメなんです。なので譜面を使ってください。それはね、 jギター.com というサイトの方に行ってもらって、そこの、ワンランクアップ、ギターテクニックというコーナーがあるので、ね、そこの、ワンランクアップのためのこうね、歴術6回ファンクってね、こう押してもらえれば、そこにちゃんとね、僕が弾いたフレーズ全部書いてありますからね、それを参考に弾いてもらえるとバッチリ練習できると思います。これが2個目なんですけど、これは E のキーですね。どちらかというと E7、 それを、ほとんどマイナーペンタ、またねE マイナーペンタの中で、2拍空いたとこは好きに、何でもいいです。ね、こんなフレーズです。
もうピッキングはずっとこのオルタネートを保ってます。2拍開くので、これ好きにね、自分の表現をしてみてください。次3つ目、これはこれも E なの、 E なのかな。この最後は E7 のサウンドなんか出しながら、ちょっとこうミクソリディアンスケールになります。こんなのでちょっとペンタよりはおしゃれに、こんなフレーズね、タンタッチ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 ッバキがあるとかね、間違えた。ちょっとこう軽めに、なんていうタイミングで入れたらかっこいいかなと思います。もちろんね、リフトしてこれだけで強く、ちょっとウィズブラッシングに弾くのもありです。4つ目、これもいいですね。こんな E のサウンドに対して、今度はマイナーペンタじゃなくてメジャーペンタ、メジャーペンタで合わせます。でもそこにちょっとこうブルーノートね、フラットサードのブルーノートなんかを入れて、ちょっとロックっぽくというか、まあダーティーな感じを出しますね。あまりに小明るいと恥ずかしいみたいな時ね。で、相手はセブンスコーですので、あえてちょっとブルージーになってサウンド入るとかっこいい。はい、単音カッティングというのはリフと同じで、こうメロディーの塊でコードを表してますからね。もう少し中音域とかでやって、グルーヴをこう加速させるような役割ですね。そんなことを、念頭に置きながらというか意識しながら弾いてみると、よりなんて言うんだろうな、バンドの演奏と一体感が出てかっこよくなると思います。うたらた、あえてつたらたっていうシンコペーション的な弾き方をしてますね。うてる、フラットサードじゃなくてメジャーサードに行っても OK です。次は A のキー行ってみましょう。これは A のメジャーペンタを使って、まあ、こんなちょっと洒落たパターンで、8分の裏、16の2個目つって頭ね、ポジションはなんかこういね、Eマイナーペンタに見えますけども、ここのルートが中心、ドミミソか、ドミソね、ルートサードフィフス、この辺の音を使って、今の8分裏なんかドゥーティーッカっていうのもいいんですけど、ドゥーティーッカッカ、ゴーストノートを入れてなんてね、ルーテツタツツタとか、ルーテツタツツツタ、この5番目のパターンでは少しこのゴーストノートを入れてね、ノリを出すっていうのを意識してみるといいと思います。じゃあ6番目、こっからはですね、少し低音にいってみましょう。低音リフなのかカッティングなのかってね、ちょっと
名なパターンですよね。アース。このウッド。ここではまあもう実際のパターンがどうか抜きにして、ちょっと巻き弦を斜めにピッキングしてこうアタック音を速くします。オクターブ上げて、同じフレーズなんですけど、これは少しピックを平らに当てて、僕なんか 0.08、0.8 ぐらいのピックを使ってるんですけど、少ししなりのあるピックだと、ちょっとしたもたり感が出て、ブラックミュージックな感じがするかなと思います。斜めにね、弾いてあげたりするとツッってね、速い音がするので、これはジャストに聞こえるかなと思います。こういう風にね、単音カッティングなんかだとカッティングのスピード感をこのピッキングの、当てる角度なんかでもね、調整したりしてます。参考になればと思いますね。じゃあ7番目いってみましょう。はい、じゃあ7番目、これも有名なパターンです。ワイルドチェリーのパターンですね。これは出足の強弱をつけたい、単音カッティングにね、そのためにちょっと最初ブリッジメイトしてるんです。でベッから外して、ね、このディッタランのディッタラン、ウタランというリズム、これを、ミュート外してます。前半はミュートしてる。ここにアクセントきましたね。ドゥンドゥンドゥッドゥッドゥッドゥね、こういう風に、エレキギターは力加減だけじゃなくて強弱をブリッジミュートを使うというのはね、ロックの、コースというか講座でもよく説明してるんですけども、それをね、単音カッティングでも使うんだよってことですね。ドゥンドゥンドゥッ。こんなのも参考にしてみてください。次8番、単音カッティングちょっと多いんですけども、これがね、最後です。これはコードと合わせてみましょうって話になりますね。パターンです。G のパターンですね。さっきの、ワイルドチェリーは E でした。これは G のパターン。基本は G のマイナーペンタ、それに対してブルースでもよく使うこの6の音が入ってますね。でここから G の9をかまします。厳密にはだから G のミクソリジャンっていうのかもしれないですけど、ペンタを中心に作って一箇所だけ6入れたって考えた方が分かりやすいと思います。そしてミクソリジャン上にある6度のハーモニー、これを6から5に向かうね、もう使いましょう。カッティングに6度のハーモニーとかコードを混ぜ込むね、単音カッティングにね、単音カッティングに、このコードや6度のハーモニーとか入れてあげる。そうするとね、非常におしゃれになるっていうのがね、わかるかなと思って8番目それを紹介しておきました。はい、では次ね、2つ目の項目で半拍三連と呼ばれるものがあります。半拍1と2と3と4と、こんなのスカって呼ばれますよね。空振りじゃごめんなさい、ブラッシング、裏拍を鳴らします。1と2と3と、だとすればこの前のバツのとこ、これを3つにして、1と2と3と、同じ場所にこうアップを刻んでいくんですね。
この裏拍が同じタイミング。これが一つ目です。こう出足ながら。ね、よく出足なんかでも使われますし、なんだろう。ね、ソロなんかでもツクツターンなんてできるとかっこいいですから、練習しておくといいと思います。次、これは、まあ、同じ E ナインスを使いましょう。 E ナインスの方ですね。これ頭、さっきと逆、さっきは1と2とでした。今度は1と2と裏拍をバツにします。ブラッシングします。2と3と4と、なのでダータタタダー、アップから入ればいいです。ダータタタダータタタね、裏拍が3つになって頭に落とす。次の頭に落とす、ね、次の頭に落とす感じ分かるように、ちょっと普通の C から C シャープに D、 こんなんでいきましょう、ね、これを、トゥトゥトゥダートゥ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 、ね、C と1と2と3、または1と2と3と4、現実的にはこれが1の方がいいから、3と4とって入るところですね。3と4と1と2と3、単なるダーダーダー、全然面白くない。ここ、あ、面白くないわけじゃないけど、よくある味付けとして、シと1、はい、昔レディーヘッドなんかこんなやつだと思いますね。じゃあ、パターンも弾いといた方がいいので、最初の方1とーの方ですね、ツクツターの方を使って、ツクツターツタツツダツツタみたいなパターンを弾いておきましょう。ツクツター2個目、ツクツツね、この1と2とと同じですから、実はね、ノリが、この反拍三連のとこは8分符なんですよね。それをずっと1とでしょ、これを1と、ね、8分音符なのに、2拍目から急に16ビートにしてノリを16に変える。でまた8分に16に、こういう変化があるので、ちょっと面白いパターンかなと思います。8拍目だから、1拍目だけドゥルルラーね、こうちょっと8ビート感をあえて強調して出してみると面白いと思います。はい、ではね、次、今度はテンションコードね、これおまけです。テンションコードをとかね、こうおしゃれなメジャーセブンとか使いながら、ちょっとパターンを弾いておきましょう。有名なルーム335、こんなパターンですね。D メジャーセブンから、これは A コードの、ナインスアドナインになりますね。押さえ方的には、次の D マイナー C シャープマイナーのに小指つけたような形になりました。次は B マイナー C シャープマイナー、また同じ D メジャーセブン、 A のアドナイン、つまり B マイナーまででしょう。その後に A メジャーセブンで、次の D に変えるための A7 の裏コードの Eb9、 これを弾いてます。はい、こんな軽いノリで弾けるといいと思いますね。次、ブルースで有名なハイダウェイコードね、っていうね、こんなコードがあるんです。これを分析してみると、セブンス、ナインス、サードルートなんですね。これで E7 になってます。ね、おしゃれな E7 とか E9 ね。で、ここのサードをこっち寄せるとサスポーになる。
戻すと3度になる。こんな美味しいパターンなんですよ。でルートは小指です。どこでもいい。これがだから C だったらで、こっちがサスポ普通の C9 ルートは小指ね。このコードをちょっと覚えてほしくてやってみます。パターンどうしよう。こんなんでいいかな。最初ポリリズムダーダーって、その後にツッツッ、こんな感じでね、どんなパターンでもいいので、このサスポになるとこと普通の E9 になるとこ、A9 サスポになるとこと E9、 これだけでも結構バッキングのバリエーション増えるでしょっていうのをね、覚えてほしいかなと思います。じゃあラストね、もう一個だけやっていきましょう。はい、じゃあ次は有名な What's Going On のパターンですね。まあキーはちょっと違うかもしれないですけどもね、勝手にこの E9 ス、ごめんなさい、 E メジャー7-9、これを押さえますね。7-6-8-7って押さえます。それをスライドしてダラッタ、このテンションコードをスライドするだけでもおしゃれでしょっていうのをやってみたかったんですね。タランタッツッタッツッタドンタですね。さあ次は C シャープマイナー7のこの有名な押さえ方ですね。C フォームで押さえるやつです。ルートサードセブンスまずサード。こっちのパターンは一緒です。スライドしてツツツタツタドンタ。でこれは極力弱く。これぐらいの音量なんですけど、これをもう一回いきます。優しく弾いて、サウンドをね、カッティングのね、なんちゃらピッキング、この強さでもね作れるんですよ。エフェクターとかね、こうなんだろう、アンプのセッティングとかじゃなくて、優しい音は弱く弾くね、いうような感じで、こうピッキングで音色を作るっていうこともね、まあファンクをやりながらなんですけど、ギターを弾く上ではすごく、大切なことです。エフェクターに頼る前にピッキングでイメージ通りの音をなるべく近いところまで作ることね、生音でね、もちろん歪みだったら歪みでいいです。その歪んでるかクリーンは抜きにして、自分はこういうサウンド出したいんだっていうのを頭に描いてピッキングで近づけること、その上で最後にエフェクターとかでもう一味つけていくということですね、というのを基本にしてもらえるとギター上手になると思います。はい、ワンランクアップのためのエレキ術第6回ですけどもね、今回はファンクを中心に単を買っていくと3拍3連とテンションでしたね。テンションコード、その辺を、中心に話をしましたが、そのまあやってる項目はその3つですけどもね、その周りに付随するね、いろんな美味しいことを、お伝えできたかなと思いますので、ぜひ参考にしてください。ということで終了いたします。お疲れ様でした。